はい、こんにちは、まさかどです。今日はこちらの黒松の緑摘みです。こちらの黒松は1年前と2年前と続けて緑摘みをしています。去年違ってきたのは松の葉がたくさん増えてきています。徐々に増えてきて秋に剪定しているので、ちょっとずつ復活のある良い松に仕上がってきています。では今年もやっていきたいと思います。はい、こちら緑摘みですが、こうなってきています。もう結構緑が増えてきていて、葉も増えてきています。こういう感じになっています。はい、では、そのままやっていきたいと思います。はい、撮っていきたいと思います。去年も、その前も見てもらうと分かると思うんですけど、同じように、緑を積んでいきたいと思います。長さはこれぐらいの長さが理想ですね。でも今からまた伸びてくるので短くしといてもいいと思います。普通の緑摘みではなく単葉法でもいいですね。単葉法っていうのはハサミで全部折ってしまってたやり方ですね。で、今だとこれ本当は真ん中で終わらせとくのは普通の緑摘みなんですけど、今年やると9月7月頃まで伸びてきますね。これ全部折っといてもいいですね。芽がない状態、こうするとちょっと短めですけど、単葉法と同じことになると思うんで、やってることは緑摘みっていうか芽を折ってるだけなんですけど、こうやって折っていきたいと思います。いや、向こうの方ですね、あるので、今ポロポロと、今ちょうど4月の第4週22、3日ですね。全然触るだけで折れますので、今日はそれをやっていきたいと思います。実際今やり始めてます。片手で持ちながらやってるので、ぼやけたりするかもしれないですけど、やります。で、また視聴者の方に、毎年見てくれる方は分かってると思うんですけど、これも剪定もありますので、そちらも合わせてご覧ください。結構本当に芽が増えてきてるので、良い松になってきてると思います。本当にこの今の時期が一番やりやすいですね。こんなにやりやすいのは適期ですね。ちょっと過ぎると本当にハサミでやらないといけないぐらいになってしまうので、よいしょ、これ全部やっていって、でも全部積んじゃってもいいんですけど、とりあえず全部取っていきます。やっぱこの時期になるともう周りが草が伸びてきてしまってますよね。皆さんどんな感じで草の、予防してるのかなって、普通は砂利の方が多いと思うんですけど、ちょっと私のところはちょっと草が多いのであまり見せられないですね。とりあえず芽を折り続けていきます。
これ後で、ミキサーでジュースにして、でドリンクとして飲みたいと思います。よいしょ。結構パパパッと折れるのでいいですね。毎年毎年芽を取っていると結構芽の取り方も慣れてきますね。でちょっと途中で下の方が折れてしまったりしてるんですけども、まあ、本当は付け根の方まで綺麗にもぎ取って取るかハサミで切り取った方がよろしいです、まあ、結局はもう一回そこから芽が伸びてきてしまうので、まあ、そこで今度秋にどういう風に剪定するかになるんですけども、まあ、本来は全て芽を飛ばしてしまう方がいいと思います。途中ちょっと残ってるのがあるのでそこは皆さんは実際する際は気をつけてもらえるといいと思います。こんな感じで、今あの片手でやってるんですけど本当は皆さん両手でやるといいですね。もう途中でだんだん疲れちゃってこんな感じでどこを取ってるのか分かんなくなってるんですけど、であとはシートを全部拭くかバケツかなんか持ってそこに全部根を入れていくといいんですね。でこの根も、後でミキサーかけたりするとジュースになったり、で乾燥させるとお茶っ葉になるし、それをタバコに巻くと本当にタバコ吸えるので、さまざまな効能があるのですごい面白い植物だと思います。で単葉法なんですけどあんまり葉っぱが短くできてないなとはちょっと思うんですけど、去年よりは去年おととしよりは少しずつサイズがコンパクトになっていきます。とりあえず今、ちっちゃい芽も取ると、ちっちゃい芽を本当はちょっと伸ばしてもいいんですよね。なので、とりあえず長いのから取っていきます。よいしょ。ああいうとこはこういう時は無理やり切る、まあ、一応切れたんで OK ですね。なくてハサミで切るといいですね。本当よいしょ、よいしょ。でそうですね、本当はこれぐらい伸びてるやつは残しといてもいいんですけどね、もしばらくするとちょっと伸びるんで、はい、
よいしょ。はい。あと、ちょっとずつ、まあ、全部、そうですね、こんな感じで、撮るか。これぐらい撮ったのが、ちょっとあとは、そうな。あと、ちょっと細かいところを、今手で撮ってたんで、はい、これ緑罪剣半分、単葉法で目を折りましたね。短く目を折って3本のうち真ん中を折ったら、もしくは全部ちょっと折っちゃって、また生えてくる目で、次の剪定する枝を作るっていう方に作り変えました。とても簡単なので、1年前2年前の動画も同様に、見ながら参考にお使いください。で今年は、枝が少しずつ増えているので、その変化もお楽しみください。じゃあ、ここまで見てくださりありがとうございます。また何かいいなと思ったら、よかったらグッドボタンやチャンネル登録お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。今ちょっと枝の細胞を最後写しますので、またそれで見てください。はい、じゃあありがとうございます。では良い日を。またね。ちょっと短いな。こんな感じかな。もうちょっと残ってるけど。なってるかな。